ハンムラビ法典の文面設計文字で記録されているハンムラビ法典は、紀元前1792年から1750年にバビロニアを統治したハンムラビ王が発布した法典。カドモが使用され、設計文字で記されている。材質は、 玄武岩で高さは2メートル25センチメートル、周囲は上部が1メートル65センチメートル、下部が1メートル90センチメートル、発見当時は大きく3つに破損していた。半村美法典が記録された石棒ルーブル美術館所蔵半村美法典は完全な形で残る世界で4番目に古い法典である。半村美法典は後になって石中に書き写され、 バビロンのマルドゥク神殿に置かれた、囲碁の設計文字の基本となった。1901年、高さ2.25メートルの石棒に刻まれたものが、イランの須サで発見された。紀元前12世紀にエラムの王により奪われたものである。現在は、パリのルーブル美術館が所蔵し、レプリカを、岡山市北区の岡山市立オリエント美術館、東京池袋の古代オリエント博物館、 三鷹市の中近東文化センター、東広島市の広島大学文学部、甲府市の山梨学院大学大学院胸、西南学院大学図書館等で見ることができる。前書き、本文、後書きの三部構成となっている。本文は、監修法を成分化した282条からなり、13条、及び66から99条が失われている。前書きには、 ハンムラビの業績が述べられており、後書きにはハンムラビの願いが記されている。アッシリア学研究者ジャンボテロの見解では、ハンムラビ法典はバビロニア王、ハンムラビの初心表明の意味合いが強いと主張している。根拠は法典内容と実際にバビロニアから発掘された年度版による記録を精査すると、 必ずしも法典内容と実際の判決が一致していないことによる。このことから、ハンムラビ法典の内容そのものは、ハンムラビ王が即位する前後に王として、どのような法改正を行うかを表明したもので、実際の法改正、司法制度の制定、運用にあたっては、法典内容よりも訂正が加えられたとする意見も、ある。目には目を、 歯には歯音の記述は、半村美法典196.197条にあるとされる。しばしば、目には目を、歯には歯音と訳されるが、195条に子がその父を撃ったときは、その手を切られる。205条に奴隷が、自由民の方を殴れば、耳を切り取られるといった条項もあり、目には目を、が成立するのは、あくまで対等な。 身分同士のものだけで相手にやられたことと同じことまでという上限が設けられた。反村美法典の趣旨は犯罪に対して厳罰を加えることを主目的にしてはいない。財産の保障なども含まれており、奴隷階級であっても一定の権利を認め、条件によっては奴隷解放を認める条文が存在し、女性の権利が含まれている。後世のセム系民族の慣習では、 女性の権利はかなり制限されるのでかなり異例だが、これは女性の地位が高かったシュメール文明の影響との意見がある。いわゆる、目には目を、歯には歯をという言葉に表される規定は、同外報復と呼ばれ、財刑法定主義の起源とされる。このような刑罰思想は先行するウルナム、リッピトイシュタール、エシュヌンナの各法典には見られない。同外報復は、 古代における粗屋で野蛮な刑罰とされてきたが、倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて、報復合戦の拡大を防ぐすなわち、あらかじめ犯罪に対応する刑罰の限界を定める、ことがこの条文の本来の趣旨であり、刑法学においても、近代刑法への歴史的に重要な規定とされている。王都太陽神社ましとの王権所人間大臣の、 倫理観や常識をそのまま当てはめることはできないが、結果的にこれらの条文は、男女平等や人権擁護と同類の思考を持つ条文である。また、犯罪被害者や遺族に対して、加害者側に賠償を命じる条文や、加害者が知れない場合に公金を持って、損害を保障する条文も存在し、かつ、被害の掲重に応じて、賠償額まで定めてある。ハンブラビ法典は、 太陽神社マシュから、半村美容に授けられたという形で伝えられるが、特定の宗教的主観に偏った内容ではない。身分階級の違いによって刑罰に差があるが、人種差別、宗教差別をした条文は見られない。後書きに、教者が弱者を敷いたげないように、正義が孤児とカフトに授けられるようにの文言がある。経済学者のカール・ボランニーは、 半村美法典の負債取り消しに関する記述や報酬にかかる費用などを研究し、当時の社会での投下は市場メカニズムではなく監修、または法によって決められていたと論じた。近代的な投下概念との相違点として、私役のための利用を含まないこと、及び投下を維持する公正さを挙げる。モーセの立法書のもとになったとみなす学者もいるが、内容的に大きく異なる。 ハンムラビ法典の、目には、目と、旧約聖書でエジプト二21章、レビ二24章、新明記19章における、目には、目の立法が似ているため、その関係がよく取り上げられるが、その詳細は異なる。ハンムラビ法典は常述のように、身分の違いによってその刑罰が異なるのに対し、聖書立法は、身分の違いによる刑罰の軽重はない。また、 聖書の立法は、神と家族間に対する罪など、倫理的な罪は、それと比べて重い処罰が課せられ、物品等の損害など、商業的罪に関しては、それと比べ軽い罪が課せられている。ありがとうございます。